山添拓君日本共産党の山添拓です本調査会のテーマ誰もが取り残されず希望が持てる社会の構築今国会の論点である社会経済地方及び国民生活に必要な施策に関わって意見を述べます誰もが取り残されず希望が持てる社会のためには 人権更新国の現状を改めることが不可欠ですジェンダー、若者、障害者、外国人など、個人の尊厳を基本とする人権尊重の施策としてこそ希望につながります。女性の低賃金を告発した竹延美恵子参考人は、女性の賃金が上がらないと全体の賃金は上がらない、説明のつかない男女の賃金格差があり、性差別を直視すべきだと述べました。 女性活躍推進法に基づく男女賃金格差の公表が昨年ようやく始まりましたが項目も内容も不十分です格差解消の具体策として保育士看護師介護士などニーズもスキルも高い仕事であまりにも賃金が安い業種別の最低賃金が切り札になるとの意見は実効性ある提案です山口慎太郎参考人は日本では男性の育児休業が世界トップクラスの内容である一方 取得率が低いと指摘しましまた合理化効率化で人減らしではなく代わりの人がいて安心して育休を取れる職場となるよう公務を含めて改めるべきです5月13日東京地裁は一般職の女性に社宅制度の利用を認めないことは間接的な男女差別にあたるとして AGC 子会社に損害賠償を命じました性別を要件としていなくても結果として一方の性多くは女性に不利益が偏る 間間接接差差別別を初めめて認めた画期的な判決です間接差別の是正正に政治も正面から取り組むべきです若者の教育支援は教育現場の実態に即した施策が不可欠です特別支援学校学級に通う子どもが増加する一方学校数は増えず過熱になりカーテンで仕切るしかないなど過酷な実態があります2年前ついに設置基準が一部施行されましたが既存校に適用はなく依然として課題です国人参考人は むしろ普通学級の悲惨な現状を変えることが必要と述べました。全国学力テストの点数を上げるため、テスト付け、子どもに役に立つとは思えないことで長時間労働を強いられる状況を改善する、学力テストを失敗か,から抽出に変えるだけでも随分変わるとの指摘には、直ちに対応すべきです。学び成長する子どもの権利を阻害しています。根底にある教員の不足を解消するため、教育予算を増やし、定員を拡充すべきです。 日本が権利障害者権利条約を批准して10年、私たち抜きに私たちのことを決めないでという当事者をはじめとする運動は、ユニバーサルデザインの広がりなど、長期的に見ると様変わりをもたらしています。一方、障害者権利委員会が2022年に行った日本審査では、条約が目指す社会と程遠い現実が厳しく批判されました。特に日本の政策が、障害者を人権の主体と捉えず、恩恵的に保護する考えに立っているという点は深刻です。 佐藤聡参考人は日本が緊急に行うべきこととして脱施設とインクルーシブ教育が指摘されたと述べました政治の姿勢が問われます伊藤義弘参考人は参議院に手話通訳がないことを指摘しました議会の状況も手話通訳付きで情報保障を徹底することで聴覚障害者も政治状況を十分把握し参加しやすくなると提案されたことは委員としても受け止めるべきです 民間有識者会議人口戦略会議が公表した消滅可能性自治体リストに人口減少は自治体の責任かと強い批判の声が上がっています。教育や社会保障を切り捨て財政力の強い都市部に人口が集まる現状は国に大きな責任があります。平山陽介参考人は頑張ったところを助けるという選択と集中で頑張れなくて途方に暮れているところには支援が一切入らないと批判し田口太郎参考人は 競争の手段がアピール合戦になっている、その結果、どこでも必要な普遍的なものはどんどんおろそかになっていると述べました。このかけ違いを正すべきです。中川第三公認は、公共交通を公共サービスと見なす必要性を強調しました。事業としての収支ばかりを物差しとするのではなく、公共サービスとして利便性を高めてこそ利用者も増え、地域も活性化するという指摘に、今日も党派を超えて賛同の声がありました。 公共交通政策の在り方にぜひとも反映すべきと考えますこの間自民党の裏金事件で政治は結局金でしか動かないのかという怒りが広がっています民意に基づき命と暮らしを守り希望ある政治に転換すべきであることを強調して意見表明とします